はい、それではこの御用邸の中にね、入っていきましょう。雨がめっちゃひどいんだわ。すごいんだわ。御用邸の下、やはりダンジョンか。30分ぐらいかかるぞ。コンサポと一緒に行ってまいります。初心者の館、一応もう卒業できてるよね。できてるね、オッケー。突入。竹歌御用邸、名門屋敷みたいだけど、一体この奥には何が。雰囲気出てるね。挨拶大事。よろしくお願いいたします。初心者でございます。封印結界がある。ここから先はまだ行けないか。行きましょうかね。どれかしら、初回では来れないかもしれない。開けられないのかもしれない。では抜刀。ユニットブレイクは半分ぐらい溜まっております。参る。サマントパース。なんか召喚した？召喚したっぽいぞ。ザコ敵からやっつける。あれ、ザコ敵は消えた？定期的に何が召喚するの？おお、どうか。大元打ってしまえばよし。巻き込みじゃつけよう。おお、なんか吸い寄せられてる。おお、なんじゃなんじゃ。エメラルド召喚。あ、なんか固まっちゃってる。固まっちゃってる。いっていってって、たっけてたっけて。動けない？コマンドは入力できなかった。危ね。と回復します。全部ぶっ破してからビビってくれる。ああ、なんか魅了されてる。魅了されてる。魅了されてる。受けなくなるのやめて。ユニットブレイク発動。始めた。
イシャドウ。ルビーいるんだ。よし、あともうちょっとだ。ガンガン打ってくるよ。わあ、またなんか吸い寄せられて魅了されて。あれ止まっちゃった。大丈夫。4321ゼロ。レベルアップもできました。だぜー。いつ見てもこのやったーのポーズかわいいね。ガセンたちに感謝。NPC ですね。ありがとうよ。アートスナッチャーっていうのをゲット。ずらかるぜ。鍵ないよねどっかね。懲りずに探す人がいる。どっか鍵ありませんこと。やっぱないか。そしてそしてレベルが1上がりまして、ん、この屋敷は闇で満たされている。アシンか。僕たちが少し手を貸すだけでここまで闇に育て上げることはできるとはね。屋敷の女主はよほど強い執念があったようだ。その思いに感服するよ。ん？後ろ後ろ。やはりアシエン。十二支のアシエン。お前が九段の冒険者のようだね。司祭様のおっしゃる通りだ。刑事空間の中で平然と戦えるなんてさ。すでに三つの光のクリスタルを手に入れてるとは。どうやら貴様の力は我々の想像以上のようだ。そうか、クリスタルを手に入れる過程で貴様は強くなり、その強さがあるからこそ光の権限を呈しているのだな。日本語で OK。さすがに光の下だけはあるよね。アイデリンがお前に執着する理由もわかるよ。アイデリンのことを知っている。しかしその力も我々にとっては少々不都合なもの。これ以上アイデリンの意のままに動かれても困るのだ。カリバーサス闇か。おっと、戦いに来たんじゃないさ。お前の力を記名して僕らの指導者深淵の司祭ラハブレア様に報お伝えするだけだよ。消えた。我々は天使いアシエ。この星が真の姿を取り戻すために闇によって光を払う存在。うん、言ってることがよくわかんねえぞ。とりあえず攻略は終わったので、名宿前のウルサンデルに報告。おそらくウルダハに戻らないといけないんじゃないかと思ってるんですけど。あーだよねだよね。となると一旦戻りましょうか。そっちじゃなかった。こっちだった。グリダニアに戻ろう。
ちだこっちだ。ウルサンデルさん終わりましたよ。お嬢様やっつけちゃった。で強く出してあげよう。で砂の家のミンフィリアさんに報告しましょうか。まずデジョンでリムサロミアさんに戻ります。あ、間違えちゃった。間違えちゃった。お子ちゃん収納してしまったわ。デジョン。砂の家までお願いします。お疲れ様です。メインフィリアさんに報告しましょう。帰りなさい。よかった。あなたの帰りを心待ちにしていたの。報告を聞いてもいいかしら。アシエン・ラハブレアの配下と思わしき二人のアシエンですって。つまり彼らは何らかの目的を持って組織的に動いてるってこと？それにしても少しでも情報を得ることができればと思っていたんだけど、まさかアシエに会っていただなんて大当たりだったってわけね。でも思っていた以上に厄介ね。全容の見えない相手から守り続けるにはエオルゼアは広すぎるもの。悔しいけど私たちだけで対抗するのは難しそう。あなたが調べてきてくれたことを各国に伝えて警戒を促しましょう。世界には悲しみが絶えないわ。アシエンがつけいる先はどこにでもある。闇がね。だからこそあなたが勝ち取った情報で救われる人もいるはずよ。この地に生きる仲間たちの強い心を信じましょう。わかった。これで一旦仮面の男の操作を終了します。お疲れ様、ターキー。当面は、万神討伐に注力してもらうことになるわ。ちょうど動き回ったことだし、準備ができたらみんなを呼んで話をしましょう。了解。ウェポンチュスト、武器ゲットできるかもしれない。暗き影を追うもの。アチーブメントゲットしたところでね、今回はここで終わりにしようかと思います。ご視聴ありがとうございました。またねー。